最悪や。あー切れねー。あすごい寝やすなかった。確かに寝やすかった。寝やすかったよな。きつい感じはせんかった、ね、そう、もう窮屈やって感じることは一切なかった。なかった、うん、あの地味にダバダのマットも良くなかった。マット良かったよ。10センチのな、うん、あれ2枚くっつけたら全然いけるわ、普段俺朝食食えへんけどさ、うん、やっぱりキャンプ来たらな、食いたくなるよな。食べたくなろう。うん、食べたくなる。へえ、みんな起きてきたな。うまいな。今何時？今7時やもんな。だいたい、ただ意外と俺ら寝んの遅かったで。俺だけか。ミキはしっかり10時に寝たよ。11時半やね。あ、そう。うん、最後寝た。うま。俺はだってもう1時ぐらいやった。なんで？何してたん？YouTube 見たけどな。でも寝られんかった。寝つきにくいというのはなかったよ。あ、ごめん、ちょっと綺麗好きなんで戻しますわ。嘘つけ。はい、そしてはさみます。はい、もうええか。もうちょっとじゃん。行きて、行くぜ。まだやった。あ、でも焼けてきてる。うん、っていうかこの景色がいい。あ、景色がいいし、人が全然おれへんから、うん、で、おれへんすぎたらあなた怖い気やろ、若者前から。どうせ、うん、でもここは怖くないやん。モリモリ全然してないしさ、この下がね。高台おすすめじゃない。アドキャンのおすすめやな。 B、うん、あの虫怖い人は来にくいと思うよ。やしさ、こんな広いのに2チームしかおらへんねん。虫が怖い。走った人嫁は。どこ行った？逃げた逃げた。もういいよ、それだけ取ったらいいから。今取ってたん？うん、取ってた。嫁は虫と怖いかった。綺麗。めちゃめちゃいい。大成功。ちっちベーコン出てきた。ベーコン出てきた。あ、最悪や。あー、綺麗でん。あー。いただきます。うまっ。めっちゃくっきりロゴスってついてる。うまいな。めっちゃなんか泡いっぱい出るわ。あれ、上の猿どこ行った？うわ、いっぱいおる。食べに来るんじゃん、なんか。すげえ、猿が電柱に登ってます。何ですか？全然いいですよ。もう汚い、めっちゃ汚いですよ。ちょっと片付けしだして、めっちゃ汚いです。広いです。奥は結構、初めてこれで今日寝たんですけど、昨日か。快適でしたね。いいなぁ。焦るんですよ。やばいやばい。片付けはですよ。はい、すみません。ありがとうございます。このキャンプ場どうでした？いや、キャンプ場、アドガワキャンプ場ね。まだ新しいキャンプ場みたいやねんけど、うんうん、人も少なくてスペースもゆったり使えるんで、そういう点では良かったかなと。うん、まだナップに出てないかな。そうそう、ナップってあの、キャンプ場
キャンプ場予約サイトには出てないあのキャンプ場なんで、うん、あんまり知られてないと思うんですけど、まあこれからねどんどん知られていくキャンプ場やと思いますけど、ぜひね皆さんも一度来てみてください。なんかねスタッフの方もすごいいい方で、今回は特にね隣に泊まってる方がすごいいい方やったんで、僕らいろいろ助けてもらってね、あの教えてもらったりしましたけど、人少ない、うん、涼しい、うん、虫少ない、うんうん、虫少ない、まあ時期的なもんでもあんで虫少ないわな。でヤギと猿がおったっていうね猿が電柱柱登って走ってたな、あれすごいな、なかなか見えへん光景。確かに、うん、ぜひね皆さんも来てみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた会いましょう。今日はここまで。ほなまた。よっしゃ帰ろうか。バイバーイ、アドガーキャンプ場。さよなら。ごゆきさんが。さよなら。